まあ、僕もそうですけど選手も、まあ、5000何日っていうのを知ってた選手がいたかどうかは分からないんですけども、もちろん J1 にいなかったんでね、それぐらい久しぶりの勝利になるのはまあ当たり前のことで、その5600ぐらいでしたっけっていうのがいかに苦しい時期が長かったかっていうのを象徴している数字だと思うんですよね。で、それを取り上げてくださるメディアの量を見て、ああやっぱりベルジーっていうのは本当に、まあブランドがあるっていう言い方はちょっと語弊がありますけども、ああやはりこう歴史のある日本で有数の歴史を持ってるクラブなんだなっていうのをメディアの方の取り上げ方とを見て感じましたし、まあもちろんサポーターはね、その5000何日を意識しているか、おそらくその間の苦しい時期を多分想像してたと思うんですよ。なので J1 で勝利をの喜びを分かち合えるっていうことをなかなか想像できなかった状況から、まあ、現実に一緒に喜び合えるっていう状況っていうのを、まあ、すごく あの空間では共有できたなというふうに思います。あの苦しかったねというような感じでしたよね。ただあのと同時にこれからだっていう声も実際聞こえましたし、あの僕はちょっと今のご質問とは違うんですけど、たまたまあのその湘南のこうスタジアムでウォームアップしてるときに、あんまり僕外に出ないんですよね。このロッカールームからほとんど出ないんですけど、たまたまこう外に出ていたら、おそらく我々の選手があと 2、3分かな、 4、5 分でこうウォーミングアップが終わって上がってくるぐらいのタイミングで、あのなんていうんですかね、コールリーダーっていうんですかね、わかんないですけど、はい、コールリーダーの方が、まあおそらく苦しい時間があると、でおそらく失点もするかもしれないと、でそういう時こそ自分たちが いるんだってことをみんなで示そうっていうことをちょうどスピーカーかなんかで説明されてたの僕ちょうど聞いてて、僕はそのままあのロックアウトの時選手に伝えました。あのサポーターがなんていうかな、 J1 で勝つっていうことがどれだけ大変かっていうことをサポーターが一番よく分かっていると、まあ、だからこそその5000何日ぶりっていうのの歴史を我々今このメンバーで作るんだっていうようなことを言って送り出したので、まあ、彼らの存在っていうのは本当にありがたいなというふうに思うし、まあ、ここからだっていう思いもおそらく一緒に持ってもらえてるかなというふうに思います。まああの日に日に良くなっていくものだとは思いますけれども、まあ、最後の最後試合当日の見極めぐらいになるかなという印象ですね。まああのこうビルドアップのところで、我々はこうへそと呼んでるアンカーのエリアのところは、そこにボールをつけるかどうかは別としてすごく大事にしているところなので、まあ、彼の役割というか彼のプレースタイルに近い選手をそこに配置するというのはもともとアクセントがあってもそこはプランとして持ってましたし、ただあのエリアでプレーをするということは、まあ、何かアクシデントが特に起こった時の守備のところでそこでせき止められないとそのままあのゴールに直結するので、まあ、そういう意味でも、まあ、森田光輝は守備も粘り強いんで、あのそこをあの三木智也にこう担ってもらって、まあ、彼はそつなくしっかりこなしてくれたなと思います。まあ、彼は本当に、どこでもこなせるそのなさがあるっていうか、まあなんていうかな、あの技術力が高いんでね、で判断力もあるので、我々があの彼をサイドで使った時の
期待するものというのはある程度表現してくれたと思います。まあ、ただ彼の良さを出し切らせたことができたかというと、そうではないと思うんでね、そこは、まあ彼の視点から見たものとチームの視点から見たものを両方をしっかり、彼と共有して、さらに もっと、まあ、チームのために彼の良さが出せるような状況にはしていきたいというふうに思います。まあ、これ選手には共有したんですけども、前半と後半の我々の GPS の、そのでも数字を追いかけている中で、三木智也に関しては前半も後半も変わらない強度で、変わらない、まあ、スプリント回数であったり、こう、まあ、走行距離であったりと出してくれてるんですよね。で、まあ、そういうと彼じゃない選手がそうじゃないっていう課題がこのチームにあるんですよ。むしろ後半になって強度が上がるというのは、やはりこう何かのスイッチを人に入れてもらわないとスイッチが入らないっていうのは、それ数字に表れているので、ただ彼はしっかり前半から出している選手なので、すごく安定していると思うので、さらに、まあ、彼の良さを出していくっていう意味では、こう、まあ、本人とともに少し努力が必要かなというふうに思います。良さというのはちょっとゴール前、そうですね、ゴールに直結するようなところでプレーをさせる。ただし、ミドルサードのところのビルドアップの時には、まあ、どういう立ち位置を取るかという意味では、こうディフェンディングサード、ミドルサード、アタッキングサードで、まあ、2役ぐらいを担ってもらえる選手だと思うんでね、そこは攻守において周囲の選手含めてうまくバランスを取りたいなというふうに思います。途中から出てくるってことは多少オープンな状況になっているという状況では、まあ、彼は走力もありますし、もちろん技術を前面に何て言うかな、押し出してプレーできる選手なので、まあ、時間とスペースが少しある中で、ゲームに入っていけば、そこはもう信頼を寄せています。まあ、彼のキープ力、彼が、まあ、フィードするこう見る先とか、あるいはコンビネーションでのアイデアとかっていうのは、まあ、このチームにとってもすごく武器になると思うんでね、そこは攻撃面でおいてのゲームチェンジャーには十分今後もなり得るというふうに思います。あとは、まあ、先発っていう意味でいけば、これはチーム全員に言えることですけれども、やっぱりインテンシティの高さが、まあ、J1 っていう意味では本当に厳しいんですよね。これを、対等に戦いながら、まあ、我々がというか各々の選手がこう良さを出していけるようになるには、まあ、そこは慣れもそうですし、フィジカル的なものも上げていかなきゃいけないですし、まあ、あとは連続性というのは攻撃と守備両方なので、強い守備をした後にミスをしない技術であったり、息が上がった時に我々が絶対のサポートって言ってるような絶対のポジションを取りながら連続してこうボールが動いていくようなことを、息が上がった時にできるかどうかというところだと思うんだね。そこはまだまだ成長の余地があるし、まあ、彼も今シーズンはそこもトライしてくれてるんで、まあ、若い選手も彼を見ながら背中を追いかけてくれてるなというふうに思います。まあ、もちろんね、勝利という結果から逆算して、まあ、選手は、よくやってくれたな、こういう成長曲線を描いてるなっていうのも、まあ、選手にとってはそれが一番の自信になるので、それは非常にいいことなんですけども、まあ、結果にかかわらず、まあ、選手が何を意識しているか、何をやろうとしているか、やりきったのかというところはしっかり見極めてあげたいと思いますし、この前で言えば、本当に、全員が
こう空中戦で絶対負けないっていう気迫を、それこそ山見もそうなんですよね、そういう気迫を見せてたんですよ。これがすごく大事なことで、まあ、あの最後の決勝点のあのワンツーでやった斉藤光介とのコンビの、まあ、あの技術というのは見事でしたけども、それを支えたのは彼らがヘディングを競り合って、彼らがルーズボールをものにして相手陣でサッカーをやったというところがスタートになっていると思うので、これは忘れないようにしたいし、これを続けていればさらに選手層も、まあ、熱くなって、より高いレベルの競争が繰り広げられるようになるんじゃないかなと思います。まあ、とにかく自分たちの信じるものというか、追い求めるものをしっかりとやり続ければ、まあ、勝利という形もね、手にはいられるとは思っていたので、まあ、それがこの前の試合だったというだけで、まあ、そういう意味ではここからさらに追い求め続けるっていう、こう思いを強くしたしてくれたんじゃないかなというふうに思います。で、ただやはり前半の課題とか試合の入りの課題ですよね。ここは、露見したので、まあ今日も選手にはかなり強めのフィードバックをしました。まあ、勝ったからこそできることですけども、まあ我々の開幕戦とか2試合目とかに比べて明らかに試合の入りが相手よりも、まあテンションが低いという言い方をするのはかわいそうですけれども、まあ我々がこう誰かにスイッチを入れてもらわないと、スイッチが入らないようなチームになってしまったら、とてもじゃないけど戦えないと思うので、そこはあの、まあ、自分たちでしっかりとキックオフからスイッチが入れられるように、まあ、確認しましたし、まあ、それはその課題は克服しないと、また痛い目に遭う可能性あると思います。そう、控えめでしたか。あんまり、そうですね、まあ、ここからのスタートですし、まあ、少なくとも去年のプレーオフの決勝とはシチュエーションは違いますし、まあ、一つ一つ積み重ねていく上で、まあ、選手が自信を持てた試合だったと思いますけど、あくまでもあのここから始まるというような意識の方が強かったんじゃないかなと。まあ、あの柏の今年の戦い方を見ていると、まあ、本当にソリッドなチームになったなというふうに思いますね。その 4-4-2 のこうブロックを引きながらもボールに対してのこうハンティングする勢いっていうのはもう前線の選手からやりますし、特に攻守が切り替わったところでの激しさっていうのは、まあ、あの本当に J リーグの中でもこう上位になるんじゃないかなというふうにも思ってますし、まあ、その奪い返したという言い方がいいんですかね、後の奪い返した後のクオリティですよね。これはもう前線の選手に本当にボールの収まる選手がいれば、スピードで抜けられる選手もいるし、まあ、3列目から出てこれる選手もいるので、それをしっかり使えるクオリティがあるので、まあ、あの我々が攻守の切り替えで遅れを取ったら、おそらく相手のクオリティを我々のゴール前で発揮させることになると思うので、ここはあの本当に警戒したいなと思います。まあ、あのホームでまだ勝ててないので、まあ、早く来ていただいたサポーターたちと、まあ、喜び合いたいと思いますし、それがまたさらに、人を呼ぶようなサイクルになると思うので、まあ、自分たちがこうまだ今年無失点試合がないので、あのそこは本当にこう
キックオフから守備的にっていうんではなくて球際のところであったりこうアラートさであったり、それは攻守においてボールの一番遠い選手がアラートな状況をキックオフから作らないとおそらく無失点試合なんていうのは成し得ないと思うので、ね、それをまずホームでしっかりと表現したいなというふうに思いますし、攻撃は毎試合得点を取れているという意味ではこれは一つの自信になる現象だと思うんでね、失点をしなければこの流れでいけば我々は勝ち点3を取れる流れだと思うので、繰り返しになりますけど守備的にというよりは、本当に攻守においてアラートに研ぎ澄ました状況で、試合の入りを全員がするというところをしっかりホームで来ていただいた皆さんにお見せしたいなと。